はい、皆様、ザリガニ親父のコミュニケーションアワーです。今日は7月は17日土曜日、いつものようにコミュニケーション上の重要なポイントを一つお届けいたします。昨日はプレゼンをするときに、ただバラバラとですね、紐の取れた数珠とか紐が抜けてしまった首飾りみたいにしないでですね、バランバラに飛ばさないで SDS サマリを言って、ディテールを言って、またサマライズして終わるという SDS というプレゼンの方法をお伝えしましたが、今日はですね、プレゼンではなくて物を書く場合ですね、昔からある起承転結の方法をお話ししたいと思います。起承転結はですね、日本独特のものではなくて、これもやはり中国から来てます。それじゃあ起承転結って一体何かということを簡単にご説明しますね。起承の起はですね、書き始めるときに相手の心を引き込むための、脅かすというか興味を喚起するための書き方をします。章はですね、何を伝えたいかということを具体的に書きます。具体的に。そしてですね、その具体的な内容に対して発展させる。それが点なんですね。反対のテーマなんかを出したりします。章に対してですね。そして、章と点で考えさせてですね、最終的に結はですね、ですから結局こういうことになりますよね、という結論に持っていくんですよね。ですから起承転結の結はですね、起は問題提起します。起に対する回答でもあるんですよね。起承転結の喋り方でプレゼンすることもできますが、簡単に言うと昨日お話ししましたように、SDS でやればいいんです。書き物についてはですね、起承転結というやり方が一般ですね。これは中国でもずっと昔から行われてきたし、この日本でもですね、起承転結の流れで書いている文章は相手の腹に落ちるし、書き手も評価されるんですね。どうでしょうか皆様、 SDS サンドイッチはプレゼン、ショートトーキングとかプレゼンに、起承転結は物を書く時の書き方ということでご理解ください。今日はこの辺にしておきます。